A.G. は第一三共ヘルスケアが発売するアレルギー関連製品のブランドネームである。A.G. は藤沢薬品工業から発売されていたブランドで当初は点眼薬の A.G. アイズと点鼻薬の A.G. ノーズの2種類であった。これら2製品はもともと医療用として使われていたクロモグリク酸ナトリウムを日本で初めてスイッチ OTC 化し販売を開始した。 なお、このクロモグリック酸ナトリウムのスイッチ OTC 製品は、同時期に、ロート製薬がアルガード CT の製品名で、佐藤製薬がノアールアレジー、ナザールブロックの製品名で発売を開始しているが、藤沢薬品工業時代は、ロート製薬向けの製造も行っており、佐藤製薬とは提携が行われていた。その後、ロート製薬向けの製造は、 製品の改良に伴う自社製造への切り替えを受けて行われなくなったが、AG ノーズが再び自社製造となったことに伴って、佐藤製薬向けの製造を行うようになった。その後、アイテムの追加や二度の社名変更を経ても、処方をほとんど変えることなく、販売が続けられたが、2009年12月に新アイテムの追加とともに、AG i y e a g i ズクールの処方改良を行い、商品名が New a g i ズ、New a g i ズクールとなった。2014年11月に OTC 医薬品のアレルギー専用点眼薬、点鼻薬で最多となる4種類の有効成分を配合した a g i ズアレルカット、a g ノーズアレルカットが新たに発売され、2015年12月には急処方の a g i ズの廃止と新製品発売に伴い、洗顔薬以外はすべて AG アレルカットシリーズとなった。テレビ CM への使用上の注意のテロップは従来 AG ノーズのみに使用されていたが、2009年6月の改正薬事法施行に伴い、2010年1月以降の放映文である New AG ノーズ MOIST の単体の CM で使用上の注意のテロップがなくなった。なお、 シリーズ編では以前発売されていた指定第二類薬品の AGBN カプレットがあった関係で使用上の注意のテロップをつけていた。また、藤沢薬品工業時代を中心に有名タレントを起用した CM を多く放送したことがある。ありがとうございます。